Facebook でちらっと来ていただいたんですけども、ピーカチャンネルでしたっけ？なんかお料理してたりとか、この、なんていう、こんな感じの、その、おしゃれなテーブルの、だとか、なんかいろんなことが載っていて、手触りのあるような、なんかこういう、そのピーカチャンネルを見ると、いろいろな、そういうのが載ってたりします？そうですね。そうなんですよ。私、Facebook でね、個人の Facebook と、あとお店のね、島田通社会の Facebook と、あともう一つね、もうまだ最近なんですけれども、ちょっとスウェーデンのいろいろなね、なんて言うんでしょうね、スウェーデン事情ですとかね、お料理だとか、お菓子だとか、そういったものをこう紹介できるようなね、スウェーデンフィーカチャンネルっていうのを、作ったんですね。で、そこで、すごい。そこで、スウェーデンのお料理だとか、うちの夫が作ったお料理だとか、あとは、娘たちのお菓子作りだとかね、そういったふうな、レシピ的なもの、作り方の動画だとか、そういったものも載せてるので、そちらの方をぜひね、参考にしていただくと、日本でも、簡単にね、作っていただくことできると思います。あまりね、私も難しいのは手間がかかることよりも、なんか結構簡単にできるものをちょっと載せてるので、ああ、ありがたいです。簡単でこんなおしゃれで素敵。あとでじゃあちょっとリンクを貼らせてもらうのと、あとでこの画像が終わったらちょっとさっと見てもらいましょうかね。それもね。へえ。なのでね、今だとちょっとクリスマスに関するお菓子だとかが多く載せてますね。まだ本当にね、始めたばかりなので、あまり見ていただく方も少ないし、私も上手に宣伝できないので、だからこういったところでね、皆さんにちょっとこうね、伝えていただければ嬉しいなというふうね、に思だっいて、ます。もう素敵すぎます、もう生活自体がもうすべて。なんか、そのピカチャンネルもおしゃれだった。すごく、やっぱり外国の香りがするっていうか、あ、そうですか、ありがとうございま素敵です。す。ね、ぜひ、みんね。なにも見てもらって。ですね。なんかこう、すごく、あ、素敵素敵って言っていただくの本当嬉しいんですけど、海外で生活すると、やっぱりちょっとね、カルチャーの違いで悩んだりとか、自分を見失ったりとかね、そういうふうなことで、悩んだりっていうことが、あると思うんですね。やっぱり私もそういったことをたくさん経験してきました。そして今の自分がいるっていう感じなんですけどね。これからね、いろいろこうやっていきたいこととか、そのピーカチャンネルもそうでしょうし、お寿司屋さんもそうでしょうし、まだまだ他にも何かやりたいこととかもあるんですか？私出しましょうか。いいですか？ピピーーカカチチャンャネンネル？ル。ピーカチャンネル、ぜひぜひ。喋っていってくださいね。未来のいろいろとケイちゃんと。私、ケイカチャンネルを見てもらいながら、ちょっとの時間だけ。スウェーデンピーカチャンネルって、このフィーカっていうのは、スウェーデンでいう、あ、あの、なんて言うんでしょう、コーヒーブレイクなんですね。ブレイフィークでカっていす。う、コーヒーを飲みながら、ちょっと甘いお菓子をね、いただいて、で、雑談しながら、こうね、っていうふうな時間をフィーカと言います。この間ね、ピーカチャンネルで、初めてのね、ライブをしたんですよ。初ライブを。私と、きよちゃんって言って、まだスウェーデンに来て間もない、子なんですけども、一緒にね、このフェイスブック、フィーカチャンネルを一緒にやってて。そして、で、この辺は、そうですね、クリスマスのお菓子作まりたの、お菓子作りね。感じだったり、そう、動画なのでね、またちょっと時間かかるから、スラスラっと先に進んでいただいて。もう年末に皆さんにはゆっくりね、で、リこンの辺クは貼らせね、てもらいますね。あとはね、スウェーデンで、ちょっとね、頑張ってる、楽しく、自分らしく、生活している人たちを、こうね、お呼びして、で、対談的な感じで、その方たちのね、やってることとかを紹介したりっていうふうなこともしています。わあ、じゃあぜひ皆さん、これ後でリンク貼るので、もう本当、ね、来ていただきたまいだでまだ聞きたいことだらけと皆さん思うのでね。す。じゃあ、ね、ごめんなさいね。先ほど話、途中で、そんな話になってしまいましたけども、これから先、今まではなんかね、スウェーデンに住み始めて、子育てをされて、そして、お寿司屋さんを経営して、で、最近はね、そのフィーカチャンネル始めて、で、もっともっとこれからこうね、こんなことをしたいとか、どんな風にしていきたいとか、そんなことっていうのは、こんな感じですか？そうですね。私ね、こう、あゆりんからね、マミさんの座右の銘って何っていうふうにちょっとね、前に聞かれたときに、こう、
なんだろうなーって、こう、やっぱりいろいろ考えたんですけれども、なんて言うんでしょうね。自分のことをね、自分を好きな自分を、こう、作るっていうかな、なんか。うん。やっぱりね、スウェーデンに来て思い悩んだこともたくさんありますし、もう本当にまたゼロからのスタートをしたときに、なんか本当自分って何なんだろうっていうふうに悩んだことがあったんですね。うん。で、そんなことを、まあ、いろいろ考えててね、やりたいことを、とにかく、やりたい、やってみたいなって思うことを、とにかく自分で試してみようって思う。で、なんか、やらずにね、後悔することはすごく嫌なんですよね、自分で。うん。で、それが、本当、どんな小さなことでもいいから、やりたいものは、とりあえず、まあ、動いてやってみようかな。で、それを、まあ、やってみて、うまく、行ったらまあ続けばいいし、楽しかったら続ければいいし、で、うまくいかなかったらまあ別にそれをね、無理して続けるとかね、必ず成功しなきゃいけないとかね、そういったあまり大きなね、なんか思いを背負っちゃうと負担になるので、その辺はなんかもう本当に気楽な感じで、やりたい、やってみたいと思ってくると、とにかくやってみる。うん。そして、まあダメならダメでももうね、中止なく諦めるっていう風な感じだし、あとはね、やっぱりこう、なんて言うんでしょうね。あ、これもし私やったら、なんか他の人からどんな風に見られるだろうな、なんか、っていう風な思いも、やっぱり、ちょっとビクビクするじゃないですか。うん、うん、うん。だから、でも、そういったことってね、考えたときに、別にそこにどんなメリットがあるの？そんなこと考えることにどんな得があるの？って思う自分もいるし、うん。だからね、このね、フィーカチャンネルを始めたときにも、いや、なんかそのフィーカチャンネルなんか始めて、別に大して見てくれる人もいないのかな、いや、どうかな、ね、ライブとかっていうのも最近皆さんね、たくさんされてる方もいるし、私、だいぶ、と思いながら、もう、まあ、でもね、なんかね、うちの長女はね、また、なんか、学校の先生らしくね、いろいろとね、教えてくれるんですよね。ママ、楽しいと思ったことは、自分が楽しいと思ったことはやればいいのよ。ね？別にね、それをね、誰のためにやる必要はないでしょ？で、ママが楽しいと思ったら、別に上手だろうが、下手だろうがね、やればいいじゃない？で、それをね、なんかストレスに感じるんだったら、それはそれで、ね、休憩も必要かもしれないし、やめればいいし、そう、だから別に、誰がね、なんて言うんでしょうね、うん、その人の目を気にして、誰のためにやるっていうんじゃなくって、自分のために自分が楽しかったらやればいいし、っていうふうなことをね、言われて、で、私ほら、やっぱり IT 音痴だし、いろんなことがもうね、そのフェイズームにしても何にしても、なんか苦手だしするから、それで、ああ、もうストレスと思って、ちょっと教えて、とか言いながら、もう、ああ、もうこれできないとか言いながらね、結構、家族の前でね、なんか、わーってなってたんですよ。で、それに対して、アリサが、そういうふうに、ママ、そんなストレスに考え、ね、思うんだったら、少しね、もっとゆっくり、ね、時間をかけてやったらいいよ。っていうふうにね、言われて、あ、そうか、そうか、そうか、と思って、なんかちょっと肩の荷が下りたみたいな部分もあるし、うん、だけれども、とにかく、自分が好き、あ、自分がやってみたいなって思ったことを、とりあえず、行動についてやってみる。それがやっぱり自分らしく生きることかな。で、それをね、うまくいったらうまくいったら、ラッキー。ダメならダメで、だからって別に、どうなるの？って別にね、そういうふうな気持ちで、うん、これからも、やっていきたいなって思いますね。で、それからあとは、スウェーデンフィーカチャンネルで、まあ、スウェーデン事情を配信するのと、共にね、一緒に運営しているのが、キヨちゃんって言って、ワーキングホリデーで、スウェーデンに滞在している、まだ若い子なんですけれども、で、彼女もすごく頑張り屋さんで、で、いろんなワーキングホリデーのね、知識なんかも、自分で体験してるんで、そういったことも、はい、いろいろとこう、情報提供して、で、日本から、あ、別にスウェーデンって限らなくてもいいと思うんですけれども、まあ、スウェーデンに興味がある方、ワーキングホリデーっていう風な手段もあるんだって思う方がいたら、スウェーデンの方にね、問い合わせ、私たちの方に問い合わせていただいてもいいですし、まあ、もちろんいろんなネットでもいろんな情報がこう、溢れてるので、そういったところで調べていただいてもいいし、まあ、そういう風なことでもし、なんか相談に乗れるようなこと、アドバイスなどがあれば、乗っていきたいな。で、やっぱり23年間、スウェーデンに住んで、それなりに培った人脈もあるし、お店のお客様たちもね、すごくいいお客様が多くて、で、そういった方
そういったこう学生さんですとかを受け入れるようなホームステイのこう斡旋なんかもこれからできたらいいなとか、もちろん我が家でもホームステイを受け入れるっていう風な体制をこれからね、作っていきたいなって思ったり、そしてホームステイとかこう来てくださった方たちが島で寿司アカデミーにね、お手伝いしていただいたりとかね、なんかそんな風なこともこう、なんかこう進んでいけるようなことができたらいいなっていうのはもう本当になんかこう頭の中にポコポコってちょっとイメージで浮かんでるんですけれども、でもそれをねうまく配信するっていうことがやっぱり難しくって、うん、なんですけれども、まあとりあえずベイビーステップとして一歩こう踏み出したのがまあスウェーデンフィーカチャンネルっていう感じなんですね。うん、はい。まあこれからねなんか YouTube とかそういったものもねできればいいんですけど、なかなかそこまで手が回らなくて、でもすごいよくわかりました。そのね、やっぱり日本とスウェーデンのこう架け橋というかね、これから、私たちにとってはあまり、まあ、ハワイとかね、そのどこから比べれば馴染みのないお国ですけども、ね、マミさんがいてくださるおかげで、ホームステイしたい人がいれば、訪ねていくこともできるっていうふうに斡旋してくださるということで、なんかこう、うん、ね、交流が、こう、いろいろね、できてくるようになるんじゃないかなと思うと、うん、本当に、うん、ね、私たちも日本にいて、希望が持てるというか、すごく、ね、素敵ですよね、あゆみちゃんね。ありがとうございます。本当に、もう聞いててもワクワクするし、まみさんの、まみさんいっぱいネットにもあるっておっしゃるけども、やっぱりまみさん自体のそのエネルギーで、まみさんっていうお人柄、まみさんっていう発信が、ねえ、けいちゃん。ありがとうございます、うん、ね、いろいろな方がいる中でもマミちゃんがマミちゃんらしく、その好きなことをやっている自分が好きなマミちゃんがいいわっていう人がね、私たちみたいに絶対いると思うので、うんうん、1人増え2人増えっていう感じで増えていくことを私たちもねお手伝いしたいと思うし、ぜひとも頑張っていただけるといいなっていうふうに思います。でもさすが娘さんとか家族のマミさんやね、さっきも家族の娘がね、もうママに私たちがね、ホームステイしたいよね。そうなの、私も自分がももうそうですね、ぜひぜひね、ね、今までこう日本からもね、お友達も遊びに来ていただいたりとかして、で、うちでね、泊まっていただく、うん、滞在して、いただいて、うん、スウェーデンをちょっとね、満喫していただきましたけれども、ぜひお二人にもね、スウェーデンに遊びに来ていただきたいなって思いますよ。ありがとうございます。じゃあ、スウェーデンの親善大使として私たちも頑張らせていただきますし、遊びに行きますので、その時ね、ぜひぜひ。はい。いろいろね、なんか聞きたいことが、いろいろすぎちゃって、時間もちょっと、長くなってきて。そうですね。もう第4部までしないといけないぐらい、本当に。そうですね、すいません、私も。続くっていうことでね、またご登場いただければっていうふうに思うので。そうですね。夏は夏ですごく素敵なスウェーデンのこうね、一面を見せることができると思うのでね、また、ね、お二人のチャンネルも楽しみに私も、していますので、はい、はい。ありがとうございます。皆さん、本当にお忙しいね、中に貴重なお休みの日にありがとうございました。ありがとうございました。有意義な時間でございました。ありがとうございました。はい。それでは、失礼します。ありがとうございました。まみさん、本当に。ヘイレポだとね、ヘイドーっていうの。あ、ヘイドーうん、さよならはね、ヘイドーっていうの。ヘイドー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 。イェーイ。あー、ケイちゃん。なんか、すごいこう、違う国の空気が、スウェーデンの空気がこう、やってきたね。もうなんか、私たち今日本にいない感じですよね、気持ち。ね、なんかね、こう、食べ物の想像した匂いとか、なんていうの、そういういろんなものの空気感っていうのがやっぱり違うから、すごいそれが良かったな。なんか想像して飲み物の味とかね、自分の中でこう、イメージして、ね。うん、本当ですね。ね。本当に、映画の中の、生きてらっしゃるような、まあ、マミさんみたいなスウェーデンでしたね。本当ね、だって出会いからね、ドラマのような出会いで、
そして向こうの国に行って、いろいろありながらも今に至ってるマミさんですね。すごいドラマ、もっともっとこういろんな話があるんでしょうけどね。ねえ、お時間が。ね。ね。じゃあそろそろあれですね。はい。